はい、皆さんこんにちは、 MWEB コモワンです。今日はですね、スマートフォンの話をします。他のね、チャンネルさんが言ってたんですけども、なんですかね、言ってたっていうか、言いますか、おすすめなスマートフォンをね、紹介したいと思います。僕はですね、今持っている回線、ドコモの、ドコモ、au、ソフトバンク、ウェルコム持ってるんですけども、何をおすすめかと言いますとですね、KDDI 版の HTC J1、 これね、結構いいです。なぜかと言いますと、電池の持ちがいいです。非常に。でちょっとね、重いんですよ、これ。重いんですけど、音がいいんですよ、ここね。ここ。なので、もし、今、ガラケーを使っていて、買われるんであれば、HTC J1、au のやつが一番いいです。で、ドコモの人の場合、今、ここにちょっとないんですけども、Galaxy S4、というドコモの2トップ、ソニーの Xperia Aceだったかな。あと、Galaxy S4、サムスンというのかな。サムスンの、Galaxy S4。僕はですね、ボディがかっこいいやつは、この HTC の J1、KDDI 版。で、今 iPhone 5なんですけども、iPhone 5ね、5S でもいいんですけども、ね、結構ね、いいですよ。軽くて。軽いのって言ったらね、やっぱ、こっち重い、こっち軽い、こっちの方がいいです。で、なんでね、iPhone いいかと言いますとですね、ボディっていうか、使い勝手がいい。ね、なので、僕的にはね、 iPhone の方が、いいかなっていう感じでは思います。でも iOS 7 の、もうね、してるんですけども、ね、いいと思います。はい。で、なんでね、いろいろ買ったっていうかと言いますと、ね、まあ僕ですね、スマートフォンの話がしたいですよ。はい。で、ちょっとね、携帯こういう風に触れちゃって申し訳ないんですけども、一番ね、僕基本的にいいです。 iPhone 一番、 iPhone が一番いいですね。なので、僕的にはですね、やっぱ iPhone はいいと思います。安定感がいいですね、やっぱ。Android はね、やっぱ、Android のデカさってすごいんですけども、まあ、これ au の、スマートフォンの場合、いいのかな。ね、こういう風にやるんですけども、こういう風にね、見れていいですよ、これ。これね、ニュースとかね、ここに au スマートパスとかなんか書いてあるんですけども、僕基本パケットは Wi-Fi でしてるんで、それ運用しています。で、おすすめなことはですね、これのおすすめなことは暗くなっちゃうんですけども、一番いいと思ったのが電池の持ちいいで、ちょっと重いですよ、残念なところは。残念というか、あとこれ音はいいんですけども、画質がね、400万画素、ちょっとね、控えめで、これ防水に見えるじゃないですか。見えるかな。防水に見えるじゃないですか。防水じゃないんですよ、これね。僕ね、HTC J1 ね、もし次買い替えるんだったら HTC とかね、しようかなって。かなりね、前、ソフトバンクの、仕事用と個人用を使ってたんですけども、
これ1年まだ経ってなくて途中解約したんですけども、ね、ソフトバンクから au に移ったんですけども、これいいですよね。 Wi-Fi でねメールできますし、ここに au のメールありますよね。ここにこれ au のキャリアのメールなんですけども、あんまりね使ってないですよ。あんまり、なんだこれは、なんだこれはね、あのプレイストアとかね、そういうのありますけども、なんかねさっき変なものをおっしゃったみたいなんですけども、これ地球のマークネットですね。これ au のトップページが出てくるんですけども、まあ当然ウイルス対策はちゃんとしていますよ。ちゃんとウイルスバスタートレンドマイクロ社のやつが上に出ていますけども、僕信頼性といえばトレンドマイクロいいです。でまあこれはこの辺でしとくんですけども、皆さんにちょっとね聞きたいことがありまして、今ねあの HTC J1 とかね iPhone5 白黒僕持ってるじゃないですか。でドコモでまだガラケーなんですよ。こういう携帯なんですよまだね、こういう携帯なんですけども、なんでねあのまあこのテーマはスマートあのガラケーからまあ、ガラケーからね買い替えるおよびおすすめな端末紹介っていうテーマになるんですけども、なんでドコモでちょっと迷っているかと言いますとですね、パケ代、これは毎月いくら払わなきゃいけないのかというところで今トラマ、ね、迷っている状態です。でなんでね迷っているかと言いますとですね、ドコモで指定の、まあ、プランに合ったやつを入らなきゃいけないんですよ。で僕はそのパケットはいりませんとは言わないですけど、なるべく安いプランに僕は するつもりなんですよ。ちょっと鼻がねちょっとで、パケットはなるべくいらないですよっていうことにしてるんですよ。で、この HTC J1 の場合は重量プランっていうのかな、使いすぎると1万とかいきますよっていうやつなんですけども、僕基本ですねパケット運用をしているので一つ一つ這います、パケット這います、でもいいんですけども前も言ったかもしれないですけど、僕はこのモバイルルーターというドコモの L03E というモバイルルーター、ドコモで契約しています。それ持ってるので、これでまあまだねこれだけ、これとドコモはね、これはまあ PHS ですけども、いずれはねこれもスマートフォン、まあまあまあいいかな、これは別に電話とメールだけなんで別にいいかなっていう。例えばドコモの iPhone に、まあ、するんであれば iPhone5S ね、ゴールドかな、ゴールド、まあ白にしようかなっていうね、なんかいろんな色はね、なんでね iPhone5Sいいかと、指紋でできるらしいんですよ。ね、それもあって僕はですね、料金のことをねちょっとドコモの言ってなかったのかな。なかなかねちょっとねキャンペーンは僕はですね学生ではないので無理だと思うんですけども。例えば以外だと料金言います。基本使用料タイプ2年780円ね、
それと、SP モードが、315円で、パケットね、定額サービスなんですけども、クロッシーパケ放題4iPhone が、5460円で、毎月の、まあ、実質0円って書いてありますけども、テザリング0円ですね。月々サポート、ね、キャンペーン の, あの割引が、増額なので、525円12ヶ月さらにお得っていうふうに書いたんですけども、これだとですね、5775円払わなきゃいけないんですよ。で、問題はですね、ドコモの電波ちょっと弱いらしいんですよ。昨日の瀬戸さんの動画だったかな、見たんですけど、僕はですね、まあ HTCJ1 の、紹介と、まあドコモの iPhone についてっていうテーマになるんですけども、ね、僕的に、何が微妙かと、まあ別にドコモが微妙なわけじゃないんですよ。なんでかと言いますとですね、 KDDI 版みたいに、なんか重量プランとか、なんかなんでね、そんなにパケットをどけちっていうかと言いますとですね、一つ一つ、まあ僕最近、まあごく前かな、まあ今年なんですけども、入ってたんですよ。パケット入ります。これはね、入りますよっていう定額契約にしてたんですけども、やっぱ2万円かかってしまうんですよ。僕はですね、持ってる回線、この PHS、ウェルコム。で、仕事用と個人使ってる HTCAU の HTCJ1 で、ソフトバンクの iPhone5 白、32GB かな、この iPhone5 白、ソフトバンクで契約しています。で、iPhone5 黒、ソフトバンクで契約しています。あとはですね、ドコモのこういう携帯を今5回線僕は持ってるんですけども、なんでそんなに持ってるかと言いますとですね、ネットはネット、電話は電話というふうに分けておりまして、いろいろ、悩んでいるところでして、これ全部今持ってても1万円ぐらいで抑えられてるんですよ。で、例えばこれに、ドコモで、遅延行しますっていう契約になりますとですね、分割も合わせて約2万ぐらいかかってしまうんですよ。で、今ね、分割あるんですけども、ソフトバンクとかそういうドコモとか、まあね、ちょっとね、変えたいと思ってるんですよ。ちょっとね、今着信来てて、申し訳ないんですけども、ちょっとね、変えますっていう契約でも別にいいんですよ、別に。でもですね、僕のちょっと残念だなって思ったのが、こういうスマートフォンでなんか重量プランとか2100円のプランとか5460円のプランとか、あるじゃないですか。あるじゃないですかって言い方も変なんですけど、あるんですよ、ね。で、そういうプランがちょっと今の感じだとないんですよ、ドコモには。アンドロイドならあるんですけども、ちょっとね、これは様子見ですね、おそらく。ちょっとね、ここはね、ちょっとね、フィルムが浮いてしまうのが、ちょっと僕嫌だなと思ってるんですよ。見えるかな?これ、ここ。ちょっと浮いてしまうのがね、ちょっと嫌だなっていうのはね、au ショップでね、買ったんですよ、このフィルム。ちょっとね、微妙だな、どこで悩まなきゃいけない。これもね、今、このケース台とか、こういうフィルム台とかね、今、分割、ね、組んでるので、それね、一括で払えればいいかなっていうのはね、あるんですよ、もう。あるんですけども、ね、
僕とすればですね、ドコモで iPhone5S とか C とか買うんであれば、ちょっと今様子見ですね。そのね、今これ5ですけど、ここの部分がね、指紋になってるの。こういう風にやるパカッ、あの、ね、なんだろう、ロック解除できるんですよ。まあ、今こういう iPhone4S とかそういうのですけど、こういう風にね、やって、こういう、やんなくても、こういう風にできるよっていうらしいんですよ。ちょっと便利だよね。5C にはそれがついてない。ですよね。なのでね、僕とすればそれでいろいろ悩まなきゃいけないっていうね、あるんで、皆さんはどういうふうにね、お考え でしょうかね。僕はもう iPhone5 持ってるので、まあこれはおそらく買い替えないかなって、あとドコモだけなんですよ。なのでそういうことだけですかね。まあ、ちょっと長くなってしまったんですけど、HTC のいいところと、ドコモの iPhone5S、5C の、ちょっと待った方がいいんじゃないかなっていう動画でした。まあ、ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、この辺で失礼します。あと、チャンネル登録と、コメントよろしくお願いします。ではね、失礼します。